テンプル騎士団の征服騎士団は十字軍事に設立された騎士修道会及びそれを模して各国の王、貴族が作った騎士とその付属員から構成される団体である。前者はローマ教皇によって認可された修道会の一種であり構成員は修道士になることが前提となる。後者は実際の軍事集団としてより名誉、 儀礼的な意味合いが強く、後にヨーロッパの勲章システムに受け継がれていく。本項目においては、橋口の分類に従い、主に歴史上著名な騎士団について歴史、それ以外はその他に示す。各騎士団の設立年については、ローレンス・アーチャーに従うこととし、伝承上の設立年と記録上の設立年を併記する。 12世紀に第一次十字軍が占領した聖地、エルサレムを守備するために、修道士となった騎士の集団として、テンプル騎士団が創設されたことを始まりとして、主に中東地域での活動を目的として、騎士修道会が組織されていった。騎士修道会は、ローマ教皇により認可された修道会であり、各騎士は修道誓願を立てた修道士でもあった。彼らは、 私有財産の保有を禁じられ、一生の独身を誓い、国旗、犠牲、製品、服従の美徳に生きた。騎士修道会は、中世を通し、聖地エルサレムの防衛のみならず、レコンキスタやプロイセンへの入植における、中核的戦力として、歴史的に重要な役割を果たした。しかし、エルサレムが失われ十字軍運動が失敗すると、 騎士修道会の存在意義も薄れていった。詳細は騎士修道会を参照。純軍事的既存の修道会からの昇格既存修道会の所管がアタ騎士団員14世紀に入ると軍事方式も変わり、長級、土器を持つ不評の重要度が高まり、騎士の重要性は薄れていった。しかし騎士の軍事的実用性が失われると、 帰って名誉としての騎士の意識が高まり、アーサー王伝説の円卓の騎士や騎士修道会への憧れが強まった。そこで力のある王や貴族が名誉システムとして、あるいは友愛組織として騎士修道会を模した騎士団を設立するようになった。その一部は現在も各国の騎士団勲章として現存している。 勲章を廃用し清掃する欧州各国の君主16世紀以降になると、マルタ騎士団などごく一部を除いて、騎士団は実体を失い、完全な名誉上の勲章システムとして、実体のない騎士団が創設されるようになった。ローマ教皇は、教皇庁とバチカン四国の君主としての主権をもって、勲章として、以下の5つの騎士団を有している。現代でも、 中世の騎士団の精神を模した民間の団体や秘密結社などが存在する。こうした団体としては、フランスのシャンパーニュの伝統を守る業界団体であるシャンパーニュ騎士団など。ただし、現代国際法では、騎士の身分を授ける主体は主権を有する必要があると定めており、この条件を満たす存在を主権国家、ローマ教皇、君主、 そして一部の多い請求者に限っている。したがって、こうした主体をいただかない、騎士団は民間団体であり、国際法上の騎士号には当たらないことに留意の必要がある。シーランド公国では1978年のクーデター鎮圧をきっかけにシーランド騎士団を創設し、資金集めのために加入権を販売している。これは、 シーランド大公であるパディロイベッツが創設した公認騎士団であるが、シーランド広告自体が国家として承認を受けていないため国際法上の騎士号ではない。ドイツでは反ユダヤ主義者の秘密結社にゲルマン騎士団を名乗る団体が存在した。欧州には正当な根拠なく、歴史上、または現存の騎士団の名を語る、偽騎士団と呼ばれる団体が多く存在する。 こうした団体の多くは、著名な騎士団の名を語り、被害者の名誉欲を煽って高額な入団金などを得る詐欺団体である。入団者には、豪華なジョニ意識と共に豪華な偽の騎士証明書、勲章が授与され、自らが騙されて、偽の騎士団に入団したことに気がつかない被害者も、多い。一例として、オーストラリア政府は、西洋派で騎士団の名を語る73もの。 民間組織を列記して注意喚起をしており、イタリアではマルタ騎士団を名乗る詐欺団が実際に摘発されている。こうした偽騎士団詐欺は被害者に金銭的な被害をもたらすのみならず、イタリアやドイツは騎士でない者が騎士号を名乗ることを刑法で禁じており、被害者自身も罰せられる危険がある。過去には日本でも、 マルタ騎士団日本代表を語る人間による同様の詐欺があり、被害者には日本人も含まれている。騎士団の正当性の判断を示す国際団体として、国際騎士団委員会、インターナショナルコミッションフォー,ーダーズオブシバルリー、ICOC が存在する。橋口の分類に従わない著名な騎士団を挙げている。ありがとうございます。